というわけで本日はこちら東新宿駅から徒歩 4,5 分ぐらい、なぜそばにラー油を入れるのかさんにやってまいりました。いや、こちらのお店ね、芸人や各種口コミサイト、なんだったら動画投稿者の間でも話題となっておりました。足の中にラー油が入ったお蕎麦がいただけるということなんですけれども、いや、どんな味がするのか想像もつかないですけれども、意外と合うらしいんですよね。果たしてどんなお蕎麦いただけるんでしょうか。それでは今日も張り切ってゴー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 でしょ。はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、なぜなんて聞かれちゃうと、いや、これって哲学的な意味なのかななんつって深く考えてしまいそうになりますけれども、結局のところ美味しいと思ってるからっていうことでいいんじゃないかななんて勝手に問いかけられた気分になって答えてみましたけれども、こちらですね、カレーは飲み物さんに続いて丸がつく系のお店ということで、それでは現場の竹中さん。はい、というわけでこちらが肉そばの大肉大盛りです。それでは早速いただいてみましょう。いや、つけだれがですね、ごまの香りが香ばしいんですね。ごまだれのお蕎麦食べた経験ありますけれども、香ばしいラー油のごまの風味、これ果たして合うのかって感じですけどもね。いきましょう。冷たいですね。うん、うわいや、すげえ、麺のコシが半端じゃないですね。すげえ、これ俺今まで食べたお蕎麦の中で一番コシがあるかもしれないですね。グッと噛んでももうビヨンつって跳ね返されるぐらい、なんだろう、奥歯でこうね、すりつぶさないとこう噛み砕けないぐらいのコシのあるお蕎麦。そのお蕎麦がこのつけだれの油のオイリーな感じ、これとね、うまい具合にマッチしてて、で、後からごまの風味が漂ってくるみたい。すげえ、ハマる人続出っていうのね、これ分かれてしますね。はい、それではこちらお肉いただきたいと思います。なるほどね、お肉だけ食べてるとお蕎麦の出汁の風味が効いた牛丼のお肉っていう感じなんですけれども、ラー油のパンチが加わってるからちょっとピリ辛で、すげえ、これご飯にのせても美味しいやつじゃないですか。ご飯にのせて食べてみたいなっていう感じのピリ辛牛しぐれ煮みたいな感じになってますね。わ、美味しい。お蕎麦のコシもりもりですね。生卵だけじゃなくて揚げ玉もね、入れ放題で無料だっていうんですけどね、これありがたいですよね。意外とこうね、揚げ玉大好きなんですよね。つけだれのピリ辛な感じと卵の黄身のマイルドな風味、これはうまいですね。ネギの風味がいいアクセントになってますね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや、美味しかったですね。今まで食べたことがない
新しい味でしたね。でこれを蕎麦と呼ぶのか何と呼ぶのかっていうところで、ちょっと意見が分かれるかなと思いましたけれども、なんだか分かんないけどとにかくうまいっていうね、そういった印象でしたね。いや発想の転換といいますかね、あの日本蕎麦の魚介系の出汁が効いた味がスタンダードだって思ってたのが、ね、ごま油の風味が効いたちょっとだけジャンクなお蕎麦っていうのも新しい提案なんじゃないかなと思いましたね。ラーメンに代わる新しい選択肢になり得るんじゃないかなっていう、そういった印象でしたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。以上こちら、なぜそばにラー油を入れるのか3よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。